そうか、なるほどね。じゃあそろそろなんか、少量チャンネルに、ダイナチャンネル出してやっかみたいな。ありがとうございます。違いますね。やめてほしい。なんか、違うじゃないですか、そんな。プロデューサーはすべてだから。そうよ。こちらのプロデューサーが。あと、ま、え、どん、喋りなさい。いいよ、喋りなさいよ。あんた、どんどん喋った方がいいです。だ前回やってさ、僕にも振ってくださいとか言ってさ。あ、違う。それもさ、ちょっと聞いてほしいんですけど。じゃあ、ここ、ちょっとトイレ、ちょっとトイレ、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 喋りたかったんじゃないの。いや、でもね、最近はもうほんと喋る。なんか、前は、なんか、喋ればいいのにって言ってたんですけど、あんま喋らなくて、なんか自分の言いたいことなんか言いたいけど言わないみたいな。あ、抑えてたんだ。そう。でもなんか、あとなんか編集してるときは全然喋れなかったみたいな感じだったんですけど、今は本当に一人で喋ってるから、へぇ俺の方が喋ってない。あ、かもしれない。うん。いいね、解放されてるんだね。どうぞ。なんか、その、前とか、なんか、YouTube だけじゃないけど、なんか他の取材の時とか、なんか向こうからこうやって、なんかですかって質問してくるじゃないですか。全部答えるんですよ。なんか間がなくて僕が喋る。なんか別にその YouTube だってなんだって別にカットもできるし、なんで喋らせてくれないのみたいなことが多かったから。だから、俺も喋りたいんだけど。でも、前は、なんか自分が言いたいことをちゃんと伝えられるかみたいなすごい、なんか自分の言葉にできないみたいなのを言ってたから、多分なんかその、発言するまでにちょっと頭で考えて、の時間があるから、その間に僕の方が喋っちゃうみたいな感じ。あったけど、今は、ああ、ごめん。いいよ、もと。まあいいよ。いいけど。今はなんかもうパパ喋れるようになったじゃん、翔ちゃんも。ラジオしてんですかみたいな。なんか、どんどん変える。え、入る間がないみたいな。なんか、全部言ってくるから、なんか、喋りますけど、みたいな。過保護な親みたいな感じよね。ああ、わかるわかる。そうそうそう。子供の言いたいこと、こうでしょ、ああでしょ、ああ、そう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 。あとさ、タイプが違うというか、その質問に対してちゃんと考えてから答えるタイプでしょ。そうそう。ダイナさんもそうなんですよ。で、多分僕とりょうちゃんは瞬発的に答えるタイプですか、多分。そうそうそう。流れとノリでね。そうそう。ただそこもギャップあるよね。一緒。ダイナさんも結構しっかり考えてから、それに対して。答えが間違わないんだよね。うん。結構たまに間違ってて、あれ違うの言ってるみたいな。あ、わかるわかる。そうなんですよ。そう。浅いって言われる。そう。だから、すごい、こんぐらい喋ってるんで、多分こんぐらいなのよ。ようやくしたの。わかる。たまに同じこと2回ぐらい言ったりとかね。2回どころじゃないからね。でももうその場の雰囲気とノリで喋ってたから、勢いづいてね。うん。で、わーって喋れるけど、内容はない。僕らは言葉少なくて、ちゃんとまとめ、あ、そこ、そうだよねっていうのを、質問者に言う感じ。うん。なんか結局、なんか、その時に来てるお客さんとか、主催者の人とかが、翔ちゃんの言葉があれは良かったですとか。そうだ。俺めっちゃ喋りましたけど、それ。深みのある言葉だね。そう。それを伝えたかったんです。代弁してもらいましたとか、なんか翔ちゃんに、最後ちょろっと喋ったやつで、ね。みたいな。頑張ったんだけどな、みたいな。だから今日さ、私さ、すごい気を使って、なるべく翔ちゃんの顔を見るようにする。気づいてました？いや、いつも亮ちゃんがバーッと喋るけど、まあ聞くけど、すぐ、ああ、翔ちゃんは、話聞くよっていう感じで、してたんだけど、もうその心配も必要なかったってことだね。そういうことです。そうね。合ってますかそれで。あと、ま、年齢ですかね。年齢っていうか分かんないけど。え、いくつになった大人になったもう、今29で。まだ29か。だって前回あったのじゃ、27歳ぐらい ?27 歳。そうそう。そっか、若いね。全然余裕やな。なんか。なんだ、若いじゃん。で、りょうちゃんがちょっと上なんだよね。12上なんで、一回り上か。今年42になる。翔ちゃんもね、そのうち CD 出すでしょ。あ、そうなの？出さないわ。なんか、なんでもできて、これテスト。これテスト。覚えといてください。これテスト。動くじゃん。動くとさ、なんだってなるよね。かわいい。かわいい。これで大丈夫ですか？まつげ、まつげかわいい。ほんとまつげすごいよね。一緒に寝てんの？それともここで寝てんの？あ、ここで寝てんの？ケージの中で？
ゲージの中には、トイレの時とお水飲み時しか入らないんで。いつももうそこの、家の中で寝てます。あ、そうそうそう。あ、そうなんだ。あ、これね。ここに来れる？あ、全然。いいじゃない。よかったね、もち。いいじゃない。尻尾振り振りして喜んでる。お尻の上がふ何かがせない。いいじゃないよ。だってさ、そうそうそう、りょうちゃんの、あれだよ、洗顔を担ってるんだから。そうそうそう。そう。あのね、違う違う。洗顔されてる。顔舐めてくれるんですよね、もう。洗顔なんだって、それ。よかった、嬉しいね。あの、もううちの子なんで、八方美人なんで。そう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 。そうそう。あの、りょうちゃんに似たの？そうそうそう。なんか犬演じてんなって時があるんですよ。あの、なんていうの？で、自分に興味がある人には見つけた。そう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 。かわいいよね。やば。楽しいし。なんかずっと触ってられる。うん。しかもなんか、あんまり嫌がらないんですよね。いろんなとこ触っても。うん。普通嫌がったりするもんね。うん。犬によるよね。そうですね。なんかさ、動画からはこの可愛さがあんま伝わってこなかったの。ちょっと猫っぽいもんね。ねえ、うん、ちょっとね。うん、そうですね。でも、持ち丸もそういう時ありますよ。しっかり？朝一とかは、もう、体当たりしてくるんで。あ、起きろって？あ、じゃあ降りてきた時に、もう寂しかったな。嬉しいのか？そっかそっかそっか。ジャンプとかできないんだよね。してたよ、さっきジャンプしてた。ジャンプ上から下に。そうですね。それ危ない。こうやってちゃんと抱っこして、あ、そうそうそう。なんかさ、こう、加わるとさ、家族変わるよね。いや、変わりますね。ね。本当に。ね、そうね、中心だもんね、もちろんね。本当に。うん、わかる。え、どっちが、なんかさ、怒り役みたいなのある？僕。もちろんね。もちろんね。あ、本当。それを、やめてっていう。なんで、どういうこと、どういうこと？え、なんか、いや、ちょっと、変な怒り方。そうそう。何、どんな？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 って。でも、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じで、なんか、理不尽みたいな。え、何て言うの？なんか、何に怒るか。何に怒るかな？しつこく甘噛みをしてくるんで、そういう時とかは、ちょっと持ち上げたりとかね。高いところで。そう。やめなさいっつって。俺もそういうことしたらすげえよ、言われて。なんで、そういう意味ないでしょ。それでさ、伝わらないんだけどね。そうなの、甘噛みすると、それされるって思われちゃう。伝わってないぞと。伝わってるのかなっていう。はなはな疑問でしょ。あれだ、りょうちゃんは叱るけど、しょうちゃんは割と甘々なのね。どうなんだろうな、どうなの？甘々だと思う。一緒じゃん、ちょっと。一緒ですよ、ちょっと。過保護。過保護。ちょっとくらい大丈夫でしょっていうようなこととかをすごい心配する。わかる。そうね。だって、このくらいの高さで、ここに乗せてて、あ、落ちた時？落ちた時とかもすっごい言うもんね。え、大丈夫？やめて！猫じゃないんだ。いや、大丈夫？そうそうそう。大丈夫よ、このくらいだったら、みたいな。そうそう。だ、ね、折れてないかな、みたいなさ、怖いな、って。一緒だ。一緒ですよ。それは何を基準に言ってますとか。何の根拠でそう言ってるか。面白い。シーズン可愛いね。シーズーいいですよね。ほんとシーズーは。普段はほんとに吠えないんですよ。うん。で、まあよっぽどなんか寂しいとか、そういう時はね、やっぱ吠えます。ちょっと吠えますけど、なんか散歩とかしてても、なんか他の犬って結構そうそうそう。うん。吠えるじゃないですか。他の犬ね。うん、そうそう。うん。それも一切ない。どんな感じなの？もう全然スンとしてますよ。で、興味あったらね、くんくんくん行って、近くに寄って、大きい犬とかでも結構寄っていくんで。へぇー。人間だと思ってない、自分の。あー、そうなのかね。どこの、チベットとかですよね。あ、そうなんだ。そうなんだ。寒いところ。寒いところ。じゃ寒さには強い。あ、らしいって言われてますね。だから冬とかでも、今の時期とかでも、寝るときはもう暖房消してても全然大丈夫。逆に夏はやっぱり暑がりなんで、夏は逆にもう常に冷房つけっぱなしにはしてますけど、真夏とか。ここまで伸びるんだ。あ、そう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 。すごいね。結構こういう系の方が多い。伸ばしてる。シーズンね。ね。なんか結んでる子が多いシーズンってね。
あ、そうそうそう。持ち前じゃん。うん。もう、すごい。で、うちらは長いのあんま好きじゃないんで。そうそうそう。単発。単発がお好きなんだ、ね。単発。どういう意味単発。単発。兄貴が好きなんです。だってさ、はい、一番最初にさ、YouTube やるなら、こうすべしみたいなのさ、伝授いただいたじゃん。そうよ。翔ちゃんに。そうよ。そうだった。まず100本作ることですね。やばすぎ。やばすぎ。かっこいい。作るってことですよ。でもなんかそうすると、わかってくるみたいな。うん。傾向がわかってきますよ。自分たちの、みたいな。あ、なんか。わかりました。ありがとうございます。そう、なんかそういうところにいたね、ちょっとね。うんうんうん、ちょっと YouTube。そうよ。そうそうそう。そういうとこいたから、ちょっと、うん、ちょっと YouTube 魂みたいなとこあったけど、もう、もう正解も不正解もないです。正直。わかんないです。いや、いいじゃん。いいね、持ち前。え、お腹出して、持っても大丈夫なの？全然大丈夫。大丈夫、大丈夫。ちょっと。おじさんの匂いつけないのがいいな。大丈夫ですよ。大丈夫。おじさんの匂いいつもつけない。だってもう10歳違うからさ、ノネナールのさ、含有量が多分多いと思うんだけど。なんかこの子がね、なんかクン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 言ってるのが可愛いなと思って。洗顔してもらえるかもしれないよ。洗顔してもらったらいいじゃん。洗顔。声をね、声を聞いてた。ねえ、いいね。今後、なんか目標はあるの、はい、ないです。いやいや、それ、あれですよ。あの、ダメな理由ではなくてね。あの、なんていうのダメな理由じゃない。違う。なんか目標を持たないと、ダメみたいなあるじゃないですか。ああ、そう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 。そうそう。もう、なんていうの目標を持たないのが目標って言ってたもん。あ、そうそうそう。目標持たない。もう、ライフワークでやると。そうそうそう。あの、0から100じゃなくて、0から1でも、いいじゃん、みたいな。無理せずね。ちょっとずつ上がってれば上がってることに変わんないし、うん、って感じですけど、どうですかどうですか中で。いや、わかんないです。私、師匠なんで。黒歴史になってほしくないというか、うちらのやつは、なんか、この人のお母さんとか見てて、誰も恥じないものを作っていきたいな。なんか完璧になってほしくなくて、友達とかを、が見た時見てらんないよっていうものを作りたくないんですよ。誰もがその笑ってもらえるものを作りたいなと思ってて。なるほどね。そう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 。は思ってはいます。確かに。落ち着いてるよね。人生経験。人生があるんだ。なんかさ、30超えてそうだからさ、あの貫禄じゃない。なんか貫禄が違うよね。なんかさ、風格がね。いろんなこと経験してるんでしょ。ないですよ。苦労してない。苦労してないですよ。師匠ですか。師匠。ライブチャンネルここまで来ましたあの時だって始める前だったじゃん、うん、やったらいいですよとか言ってさ、やっぱほんとまずやっぱ好きなことですよとか言ってされて、わかりましたで始めて400ここまで来ました何年前4年以上前3年前かな3年前コロナですねコロナいや前ですねあコロナ前ですよねちょっと4年以上前ですねそうかこれ前だよね。これ前です。2019年。あ、待って、違う。2020年。だって、流行り始めるすぐくらい。2020年だじゃん。作る方が。音楽なってる。なってるよね。え、あれ俺いや、そうだよね。俺ずっと思ってたのよ。なんかなってるよね。え、これがあ、全然、多分。あ、それだ。ああなんか。見なよ。これ、ダメ。あ、全然、全然、多分、音入ってはないと思うけど。音楽が鳴り続けてた。そうそうそう。そうそう。かかってるなって思ってた。思ってはいたけど、まあ全然いいんじゃない？うん、全然全然。なんかかけてくれてんのかなと思って。なんかちょっとあれ、雰囲気出してくれ